私たち団塊の世代は66歳67歳になります。現役を退いて結構時間的余裕があります。まだ、自分の会社で働いている人もいますが、もう息子さんたちに譲って、時間を取ることができます。電気自動車は燃料が電気代だけで済みますから非常に、経済的です。そして、環境にもいいわけです。でも走行距離に問題があります。特に街中ですと潤沢に、充電場所がありますから安心なんですが、山道には非常に上り坂に弱いわけですね。それから暖房に弱いわけですね。そうすると普段パンフレットに書いてある200キロぐらい走るという状況が100キロ近くに短くなるケースがあります。でも私たちは時間が十分ありますから、例えば名古屋からウルミラに行くのに153号線をまず最初にアスケで稲部で、それからウルギ村に行くとするならば100キロ ×3、 300キロぐらいで行くわけですね。でもウルギ村で空っぽになったら困りますから、できればウルギ村に電気自動車の充電場所を設置していただく。これは今まだ国の補助金がいくつかの方法で、用意されていると思います。そうすると帰りは逆に、下り道ですから電気の充電しながら走ってくれるわけですが、上りがきついわけです。暖房がきついわけです。でも私たちは高速道路で、急いで行って急いで帰ってくる必要がありません。できればのんびりと2泊3日3泊4日4泊5日の、寄り道しながらの旅行、歴史を感じながら自然と会いながらの旅行がしたいと考えております。そんな時にせっかく電気自動車の、補助金制度というものがあるわけですから、できれば近隣のところに、設置されるよりもウルギ村にいち早く用意をしていただいて、ウルギ村で充電する、またウルギ村の宿舎に泊まる、まあ、そのようなことで観光誘致とか活性化につながればいいかな。私たちは今南伊勢におりますが、先日も南伊勢から東京まで4回の充電で行きました。ちょうど30分ぐらいで今急速充電はできますので、トイレ休憩したりちょっとした、お茶を飲んだり食事をしたりという時間で、たっぷりと旅行が楽しめました。ぜひウルギ村に電気自動車の充電場所の設置を考えていただきたいなと思っております。